朝ごはんの時間です。大好きな青白パンを何枚かトースターに入れて、トーストにのせるアボカドを用意しましょう。いや待って、アボカドトーストは朝食メニューとしてはふさわしくない理由がいくつかあります。原因はどちらの材料にもあります。アボカドには確かに健康に良いビタミン B やミネラル、抗酸化物質が含まれていますが、果物なので理想的な朝食とするにはある重要な要素が足りません。タンパク質がほぼ入っていないんです。エネルギーを補給し、満腹感を長く保つために、朝食には特にタンパク質を摂取する必要があります。タンパク質が含まれていない朝食は満腹感がなく、すぐにまたお腹が空いて体に悪いおやつが食べたくなるかもしれません。ただしアボカドには健康にいい脂肪と食物繊維が豊富なので、程よい量を食べると消化を助け、痩せるのにも役立ちます。程よい量というのは中ぐらいの大きさのアボカドの3分の1で80カロリーぐらいです。3分の1だと少なく感じると思うので、トーストに何か他のものも乗せることになるでしょう。卵やスモークサーモン、豆類ならいいですが、豚肉のベーコンやチーズをたくさん乗せると飽和脂肪が多くなりすぎ、こちらも健康によくありません。それにアボカドは最近高いですよね。毎日の食事に加えようと思ったら結構な出費になりますが、それでも健康的な朝食としては不十分です。トースト用のパンも重要です。精白パンは精製された穀物が原料で、食物繊維が足りません。食物繊維は内臓と消化に欠かせないものです。全粒小麦のパン1枚分と同じ量の食物繊維を取ろうと思ったら、精白パンを8枚食べなければなりません。精白パンは消化が早く、またすぐに空腹になります。でも茶色のパンの方が必ずいいわけではないので、栄養表示をよく見てください。全粒小麦または全粒粉風味のものにして、強化されたと書いてあるものを選ばないでください。それは栄養価が精白パンと同じですからね。また添加物の種類ができる限り少ないパンを選びましょう。ポリッジは朝食として栄養的にいいですが、袋入りのものや味付きのもの、インスタントはよくありません。こういったポリッジは味を良くするために糖分や塩分をたくさん使っています。自分でオーツを調理してポリッジの鍋をずっとかき混ぜたくないなら、少なくともプレーンなインスタントを選んでください。新鮮なベリー類やバナナ、ナッツ、蜂蜜などを使って自分で味付けをすればいいんです。もう一つ、朝食でありがちな間違いは、フルーツスムージーだけを飲んで他に何も食べないことです。数種類の果物を混ぜると含まれている天然の糖分が遊離糖類に変わります。これは歯の健康や活力のためにかなり悪影響で、不健康に体重が増えることにもなります。フルーツの代わりにケールやほうれん草、他の緑の野菜を加えても満腹感が続く朝食にはなりません。またどんな材料を使うか、どんな必要以上にタンパク質を使うか、どんな割合で混ぜるかによって必要以上のタンパク質を摂ることにもなります。1日に摂取する果物と野菜がスムージーだけだと、本当の果物や野菜の代わりにはなりません。ミキサーにかけると酸素が取り込まれるので、かなりの栄養が破壊されます。スムージーで多少のビタミンを素早く摂ることはできますが、リンゴや人参を食べるのが一番いいのです。野菜や果物といえば、できるだけ地元産の旬のものを選びましょう。一年中イチゴやバナナをスムージーに入れると、体を気候の変化に合わせる助けになりません。朝食によく食べるシロップをかけたパンケーキやワッフルでは必要なエネルギーを得られないので、食べる価値がありません。パンケーキを作るのに使うことが多い精白した小麦粉や白砂糖はカロリーが高い上、タンパク質や食物繊維などの栄養はほとんど含まれません。そして上にかける美味しいシロップに至っては、本物の高価なメープルシロップにはミネラルが含まれますが、それでもほとんどは糖分です。安いシロップの原料はメープル樹液でなく、純粋な砂糖よりもさらに悪いブドウ糖果糖液糖です。朝パンケーキやワッフルをどうしても食べたければ、全粒小麦のものやアーモンドフラワーやチックピーフラワーを使いましょう。低脂肪や無脂肪のヨーグルトは絶対大丈夫だと思いますよね。実は低脂肪で味付きのヨーグルトは脂肪がない代わりに砂糖が多いのです。
それだとヨーグルトのカロリーは同量のアイスクリームより高くなってしまいます。成分無調整でプレーンのギリシャヨーグルトを選びましょう。タンパク質が豊富で消化が遅く、長時間満腹感が続きます。もっと美味しくしたいなら、少量の蜂蜜や新鮮なフルーツを潰したものを入れるといいですよ。でも朝食をヨーグルトのみにしないでくださいね。満腹感を持続する食物繊維が含まれないので、ブランのシリアルやナッツを加えて朝エネルギー補給できるようにしましょう。水を差すようで申し訳ありませんが、砂糖の多いシリアルも朝食として良くありません。全粒小麦を含むものもありますが、入っている砂糖の量のせいで栄養価は台無しになります。朝の血糖値が上がって、朝食後1時間もするとすぐにお腹が空きます。一番良くないのは見た目が美味しそうなものです。チョコレートがかかっていたり、レインボーの色がついていたり、マシュマロ入りだったり、朝食に甘いお菓子を食べているようなもので満腹感はあまりありません。スーパーで売っているサンドイッチはラベルに表示してあるほど良くはありません。この便利な朝食にはおそらく脂肪や糖分、塩分が多いのですが、それはだいたいマヨネーズをベースにしたドレッシングのせいです。また材料を選べないので、新鮮な野菜でなく安いチーズや肉を食べることになります。サンドウィッチには保存が効くように、だいたい健康に良くない添加物や塩分がたくさん含まれています。朝食の時コーヒーを飲むのはいいのですが、それだけで栄養を補うことはできません。コーヒーにはカロリーもタンパク質も食物繊維も含まれません。なので一杯飲んだところで一日を始めるのに必要な栄養を取ることはできません。少しの間活力が出ますが、持続するのは数時間の間だけです。同じ理由でイライラしやすくなったり、集中力がなくなったりもします。キャラメルマキアートやホワイトチョコレートモカ、美味しすぎるパンプキンスパイスラテといった糖分の多いコーヒー飲料も避けましょう。必要以上に糖分が多く、過度にカロリー摂取することになります。ハッシュドポテトが好きな方、よく聞いてください。ファーストフード店の朝食メニューでも、スーパーで冷凍のものも同じです。どんなものでも事前に揚げてあって、脂肪分が多いので思ったよりカロリーが高いんです。自分で作ってできる限り脂肪分を少なくしましょう。避けるべき朝食メニューが多いからといって朝食を食べないのがいいということではありませんよ。睡眠中は消化器官も必要な休憩をしています。でも長時間休ませすぎると、エネルギー補給するために甘いものを食べがちです。朝食を抜くと代謝が悪くなり、集中力が下がります。ですので健康的なものを食べましょう。トマトのオムレツや全粒小麦のトースト、さつまいものハッシュドポテトやオーバーナイトオーツなど、体にいいメニューがいろいろありますからね。